T-33。T-33 は、アメリカ空軍発の実用ジェット戦闘機 P-80 から発展した、初の複座ジェット練習機。相性は、原型の P-80 同様、シューティングスター、シューティングスター、流星の井だが、T バード、T バードの相性も広く用いられた。米海軍でも2-2、1950年以降、 TV-2 と解消の名称で使用された。生産開始から半世紀以上経過した1 9九十年代以降も、現役で日本の航空自衛隊でも1五十四年から二千年まで運用されていた。第二次世界大戦の終結後、レシプロ機から格段に高速化したジェット機が超速の進歩を遂げる中、上院訓練も高速なジェット機で行う必要性が、 高まった。初の複座ジェット練習機の開発にあたり、P-80C がベースに選定され、これを複雑化した練習機が開発される運びとなった。P-80 は戦闘機としてはすでに球体化していたものの、主としてアンダーパーに由来する離着陸の困難さを除けば、従来の直線翼のため低空低速時の操縦性が比較的マイルドであり、 適任と目された。P-80C の胴体中央部をストレッチし、複雑化したほか、機種の 12.7mm 重機関銃は、オリジナルの P-80、回 80, -80 の6丁から2丁に減らされている。また、翼端の増装、チップタンクが半固定式になっている、地上で取り外し可能、蒸気の点を改造された。 練習機型試作機は1948年に初飛行した。こうして開発された練習機型は機体通りの性能を示して正式に採用され、当初は TP-80C、TF-80C と呼ばれていたが、間もなく T-33A に解消された。 C-33 は6557機以上が1948年から1959年にかけて製造されるベストセラー機となり世界30カ国以上で使用されたそのうち656機はカナダのカナディアでライセンス生産されたロールスロスニーン装備のパワーアップ型 CL-30 シルバースターシルバースターでカナダ統合軍航空部隊 カナダ空軍では後に CT-133 の名で運用された。また、ボリビア、ポルトガル、ギリシャ、トルコにも輸出、供与された。フランスでもアップグレードとして任意エンジンへの換装を行い、T-33SF と呼称した。練習機型の他に発展途上国への輸出、供与用にコイン機として武装可能にした AT-33A や、 機種にカメラを装備して、写真偵察機とした RT-33A、各種装備の実装実験機とした NT-33A、遠隔操作の無人標的機として改造された QT-33A、全天候擁撃機化された九 -94 などが存在する。アメリカ空軍では1960年代初頭に練習任務を T-38 に譲ったが、その後も連絡機や標的栄光機として長く使用され、アメリカ空軍のアクロバット飛行チームであるサンダーバーズでも設立あたりから1960年代後半まで補助機として使用されていた。最後に残った NT-33A が退役したのは1997年のことだった。アメリカ航空宇宙局。 NASA でも T-33A が練習機、連絡機、チェイス機として運用された。現在でも軍より払い下げられた T-33、回 -94、原型機の k -80 等が民間のアクロチームや事業会社、個人所有で数十機が運用されているとみられる。ボーイング787の初飛行及び試験、飛行時には、 民間レジの t 三十三がチェイス機として飛行しており、ディノエアレースでは退役した c t 百三十三がペースプレーンとして使用されている。アメリカ軍においてもモスボールされている機体を無人機に改造し、標的機として使うことがある。ボリビア空軍では十数機の a t 三十三をグラスコックピット化し、コイン機及び戦闘機として2017年まで、 運用した。練習機のため、実戦経験は多くないものの、p ックスワン事件では、キューバ空軍が、軽戦闘機として、キューバ革命前に導入された、T、T-33 を実戦に投入しており、反革命軍側の A-26 爆撃機等を迎撃している。ホンダ技研工業は、ハンデージェットの開発に際し、飛行実験用、米国内と地上試験用、 日本国内に中古の T-33 を2機購入し運用した。当初はアメリカ空軍のみで使用されていた TF-80、TP-80 TP であるが、アメリカ海軍も1949年に陸上練習機として同一機体を数 2, -2 の名称で採用し、空軍が正式名称を T-33 に解消した後には、 tv-2 名称に改称した。ついで関西機としての装備を追加した解説系型をロッキード社に発注し、t2V-1C スター、C スターの名称で採用し、1970年代初頭まで使用している。1962年のアメリカ軍による航空機名称統一後は tv-2 は t-33B、t 2ト1は t-1A と、 解消された。航空自衛隊では1954年、昭和29年の創立当初から、海 -86F と共に、アメリカから68機の供与を受け、翌1955年、昭和30年からは、川崎航空機によって210機が、ライセンス生産され、計278機が本来目的の、乗員育成のみならず、訓練支援、連絡業務、 デスクワークパイロットの規定飛行時間維持のための年次飛行などに広く用いられた。なお、日本では米での愛称、シューティングスター、日本での公式愛称、ジャクタカよりもその型番に由来する三々の名で広く呼ばれた。老朽化した1980年代後半から順次、退役が始まり、後継機の川崎 T-4 への置き換えが進められていき、 2002年までに退役させる予定だった。しかし、1999年、平成11年11月22日、イルマ基地の航空総対小族の一機に、機体故障が生じ、墜落にあたって、非人口密集地へ機体を誘導するため無理をして、乗員2名が殉職するという事故が発生して、e 33A リマ川墜落事故。 残存していた発機前期に対し飛行停止処分が課され、地上に留置されたまま翌年2000年、平成12年6月に除籍された。なお、航空自衛隊が保有した全278機のうち、59機が事故による喪失で除籍されている。ちなみに、その59機のうちには、前述のイルマ川事故で喪失したもののほか、1957年に、 元日本陸軍少佐だった小林照彦が事故に巻き込まれたものも含まれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。